最新の台風情報をお伝えします。台風22号がフィリピンの東の海上で発達中です。まず雲の画像から見ていきます。最新の衛星画像を見ていきますと、フィリピンの東の海上で大きく渦を巻いた雲がありまして、こちらが台風22号の雲です。昨日と比べまして渦を巻いている様子、発達している様子がわかります。最新のこちら台風情報を見ていきますと、台風22号は今日15日の3時現在、フィリピンの東の海上ですね、カロリン諸島近海にありまして、時速約25キロで西北西に進んでいます。中心気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルということで、現在暴風域をこちら伴っているような状況です。でこの後ですね、台風は発達しながら西寄りに進みまして、17日金曜日頃にフィリピンを通過して、その後は南シナ海の方へと進んでいく見込みです。日本付近への直接の影響はありませんが、周辺を航行する船舶は注意が必要です。なお最新の台風情報はウェザーニュースのアプリでも確認できますので、ご活用ください。